はいどうも、こんにちは、今回ですけどもちょっといいことしようかなと思う有楽舎まで来てます。そのいいことがですね、店長ちょっと前に還暦迎えたんですよ。もう違いましたっけ。そこまでジジイじゃないで、いけないですよ。そこまで店長誕生日迎えたんですよね。で僕結構放置してたんですよね。あえて2週間ぐらい経ってから時間差攻撃誕生日プレゼントを渡そうかなと思って今やってきてます。決して忘れてたわけじゃなくて、あえて僕は放置してました。はいはいはい。考えてたって何がいいんかなと。店長って欲しいもんないじゃないですか。そうやな、正直言うとあんまり欲望的なものってないよね、はい、性欲ぐらいじゃないですか。満たされた欲望は要は釣りをやめたいと、もう釣りから打席立ちたいっていうぐらいだと思うんですけど、それをでもプレゼントしようもないんで、ネクストバッターステップ遠いねんな。他何がいいんやろと考えて、一応電話機とかも考えたんですよ。電話機が多いからちょっと高性能の電話機、ただ誕生日プレゼントの電話機って意味わからへんなと思って、夢が何もないなと思って考えた末に、あ、これやと一つあったやつ今ここに持ってきてます。それがねこちら、ん、昔のなんか水泳の袋みたいな感じに入っておるけど、このマーク見てくれ、このマークジョブズ、ほんまやジョブズや、これスティーブ・ジョブズ、ジョブズマークですよこれ。これじゃあ店長に渡しましょうか。誕生日何歳か分かんないですけど、おめでとうございます。ありがとうございます。これはでも店長ね、いいやつですよ。自分で言うのもなんですけど、袋は安っぽいけどめっちゃリンゴのマーク書いてあるじゃない。はい、結構しかも重いでしょ。ずしっとくるね。ずしっとね。価値のあるものはね、小さくて重いって書いてある。お、これはでも店長にこそふさわしいんじゃないかと。ああ、 iPhone じゃん。そうです、ビデオの録画も満足にできない俺にある。しかもこれ一番新しい。へえ。でもこれでもマジで店長にこそふさわしいと思うんですよ。店長ってやっぱちょっと文明が進んでない、うん、ああ、確かにね。ちょっとやっぱアウストラロピテクスの若干ね、原始人間ゴンでいうところのドテチンなんですよね。ドテチン。ドテチンなんで、多分まだ文明を理解してないというか。言っとくけどな、漫画にが出てきたらめっちゃテンション上がるから。だからちょっとドテチンが iPhone を持つっていう、なんでこれこの iPhone にしたのかっていうと、ちょっと前に店長とオセロニアっていうねアプリ、あガチャやったの覚えてます？俺が圧勝したガチャで、いやでもボロボロして無残な姿見せたあのオセロニアの店長、あれやってみたいと。まだでもあれって iPhone なんかってできないじゃないですか、うん、スマートフォンとかね、うん、ガラケーユーザーやからね。そうなんですよ、ガラケーじゃできないんで、やっぱ店長もこれから先はスマホのアプリの楽しさを知ってもらったら、いやもうそんなんしたら仕事せえへんよなんて。空いてる時間にまあまあまあ、ね、そうやな。言っとくけどな、俺にこんな文明の利器渡したらな、ずっとそこのテーブルでね、繋がれへんわって言ってたんだけど。バイト君との交流も増えるかと思って、ね、バイト君が逆に俺に対して無口になると思う。ってことで、一番まあいいんじゃないかってことで、どうしよう、ちょっと開けてみてください。これ開けていいのこれ。いや、それ開けてみないと使えない。このままヤフクに出しとったな。結構になって売れました、ね、おお。おお、綺麗やな。ほんま綺麗。これはいいわ、これ。おお、すげえな。価値のわからん俺でもテンション上がった。これやばいっすね、店長。これから先はもう素振りもこれで仕様だじゃん。そんなことできないの。これ一台で素振りどこでもできますからね。おお、へえ。でもどこでもやったらあかんやろ。報酬の免税はあかんやろ。だから18金庫とかあるんやつ。唯一隠れる場所なんで。怖い、頑張れ。使いこなせる。徐々にじゃないですかね。まあでも店長がスマホ慣れて1年後とかにね、スマホで素振りできるようになったら。1年後俺シュッとした格好してこんな方とか言いながらやっとったら、ジジイって思われるんやろな、周りから。でも店長片手でスマホ使ってたら、あっ、やります、ね、まあ確かにな、こんな感じ、はい。あ、今日はこんな感じが。いやでもスマホデビューおめでたいですね。おめでたいです。というわけで、企業案件です。これ企業、あ、そうなの。企業案件の動画で店長とオセロニアしようと思ってね、この機会にスマホ持ってもらおうと思って、うん、いいよ、やっちゃうよ。勝負をちょっと今すぐに契約できないんで。そうやね。ちょっと一旦マイスターの iPhone を借りて、うん、店長と今からオセロニア勝負したいと思う、はいはい、でこれから先やるときやったら店長のもスマホ使ってもらってね、もう何でもできますからね、これから先。俺の何やったっけ、無手不手やったっけ。無臭不臭、なんか前のガチャのメダル、モルフスですね。モルフスや、モルフスですね。全然違うよ。あ、そういえばその前に最後ケーキも買ってきてるんですよ。あ、マジで。はい、イチゴのティラミス。どこ、コンビニです。ローソンです。これね、選べるんですよ。おすすめなのはケーキじゃないんですけど、これです。雪イチゴ。視聴者の方も結構ファン多いと思うんですけど、マジで。じゃあプレミアムロールケーキ。後悔しません。これほんまに別格ですよ、ほんまに。で、どれがいいですか。どれが1個だけです。3人おるけど4つあるけれども1個だけなんや。名人がそこからひょこっとだけ。
これ1個食べてください。じゃあプレミアムで、まあ、プレミアムで、うん、オッケーです。食べた瞬間にあ、うん、こんなんなんやって思うような食感なんですよ。まずもういただきます。はい、ちょっと意外じゃないですか。でしょ、じゃあそこでいいでしょ。すごい柔らかい雪見だよみたいな。めっちゃ美味しい。いや、めっちゃこんなうまいんや。これ食べていいんか。じゃあマイさんのリアクションね。あ、でも持った感じがもう、まあ、うまいで。これうまい。ちょっと前に粉いっぱいつけてな。じゃあ早速、じゃあ今からお世話に行きますか。軽く店長にルール覚えてもらうために練習してもらおうと思います。これが今もうデッキなんですか。デッキですね。選べるんです。3つ、ドラゴンと魔属性と神です。神か、美人さんが多いのは神やな。はい、まあ素振りしやすいです。アブノーバルな素振りするなら魔属性ですかね。無難な素振りだったら神。ドラゴンは、ドラゴン素振りできないです。まあ確かに素振り向きのやつがいないよね。はい、それでどれ素振りします。そうやな。素振りにこだわらかんのね。練習って言って素振りなんで。そうやね。俺のミスターフルスイングはどれになってくれるのかな。今回は打席立てるんでね、きっちり。あ、打席立つ前に、うん、入念な素振り大事なんで、やっぱり震えてるの坊やって言われないわけ。フリップがちゃんとできてる、確認しようからできないんで。なんか特徴はあるの、そいつら。神が回復とか HP 高くて、まあ能力が全体的にバランスみたいな。バランスみたいな。ほうほうほう。で、魔属性はちょっと妨害系ですね。あ、なるほど。毒攻撃とか、なんかそのカウンターとかみたいな、うんうんうん、トラップみたいなやつです。で、うん、ドラゴンが超火力です。力こそパワーやろ、そんなもん。男やったらこれしかない。素振りはできなくてもドラゴンでいくで。でドラゴンで、じゃあ店長、はい、ドラゴンでね、ちょっと火力じゃ練習してもらって、うん、もうそれが終わってから本番でもうバトル、僕とね、はい、1対1の本気バトルで。じゃあ俺もお試しで、じゃあ魔属性使います。おお、じゃあ練習だけしてもらいます。はい、じゃあ店長結構練習してね、もうルールある程度覚えたみたいな、戦ってみようと思います。そうやで、俺3試合して2勝してるから。ああ、やばいですね。素振りのセンスがあるんと思いますよ。素振りの、なんでそんなに今日素振りをされるかよくわからないけれど、素振り慣れしてる店長、手に豆でもできてると思うんで。あ、それ全部素振りのつるんとした美しいお手手やけど。このゴッドハンドがやっぱすごいあれ茂ると思うんで。そうやな、まあとりあえず星のかけら早くれへんかな。じゃあ今からちょっとね、店長の画面を皆さんには映した状態で、はい、僕と対戦で、僕が魔属性のパーティーで、店長がドラゴンのパーティー、まあ火力対ちょっといたずら系の妨害系のね、妨害系パーティーね、はい、じゃあ早速、じゃあ行きます、対戦する。はい、行きました。ほっほー、はいよ。いや、勝負が始まるぞ。ボッコボコにしてやるよ。現実の厳しさっていうのを教えてやる。いやいや店長、素振りだけでは実戦には使えないと。何3回やってちゃんと2回勝ったわいや。可愛いキャラ使いやがってよ。僕のターンですね。まあ、もうこの敵使う初めてなんですよ、実は。おー、ただまあどうせ勝ってでしょ。イラッとするわ。はい、まずコカトリスでドン。いいねいいねいいね、毒ダメージいいね。おお、それやったらば、なるほどなるほど、ここかな。おお、ええとこってきますね店長。まだ2ターン目やけどね。いやー、いい刺しですね。どこで素振りしてきたんですかね。有楽者の中でずっと素振りしとったね。星のかけらよこせやみたいな。よいしょ、はい、毒ダメージ。ああ、なるほど、積み重ねられていくんですね。そうなんです、そうなんです。これやばいっすよ。結構面白いな、毒系やもんな。毒系ですね。もうじわじわといきますよ、やっぱり。天井もじわじわ頭皮から剥げてきてると思うんですけど。じわ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 俺いくんでね。いやらしい男ですよ、俺も。お前やで。お、魔攻撃してきましたね。なるほどなるほどなるほど。おお、もう一気に攻めましょうか。じゃあもう、うん、こうなったら行きまーす。お、はい、最強の守護神アズリエルさん出します。おお、うわやばい。これやばいっすよ。やばい。アズリエルは3ターンの間1400ダメージ与えます、道具で。なるほどね。でこいつはめっちゃ強いです、とにかく。で、あとこいつのコンボスキルも注目ですね、うん、鬼のようなコンボスキル持ってるんで。いつの間にやらなんかヒットポイントが半分だけになってるんやけど。こいつは恐ろしいキャラクターなんで。やばいっす、これほんまアズリエルだけは。じゃあちょっと毒デッキフィッと、よいしょ。うーわ、いや、いいね、毒強いな。マズレにひっくり返されないんで、これで。うわ、ほんまや、まあ、あいつ残るやん、もう絶対マズレ残るんで、もう次のターンで勝ちますわ。このターンで僕を倒さないと、もう、あ、アズレのこれコンボ発動。アズレのコンボ、あー、やばいぞこれ。アズレのコンボ、なんかコンボっていうのがあるんやね。あ、はい、挟むんやったっけ。そうです。おぉ、でも時すでに落としてるんですか。ほうほう、もう行かれる。ボスニアヘルツゴビタですね。はい、じゃあお疲れ様でした。あー、そういうことか。はい、
ほほー、はい、グリムリーパーからの毒ダメージ。やっぱりな、これ。ほうほうほう、おー、なくなった。こんな感じですね。これはもう、うん、かなり手札良かったっていうか、もうやー、スリエル出されたらきついな。めっちゃさっきから、先っぽだけでいいからみたいな感じの声が聞こえる。大丈夫。ただね、素振りのしすぎで幻聴です、多分。くそー、負けたら腹立つわ。やっぱ悔しいんですよね、これ。じゃあ、イラッとするよね。もう一回でしょ。もう一回やりましょう。僕じゃあ、神パーティーにしますね。ほうほうほう。120勝って書いてあるもんな。はい。よっぽど暇やねんな。天者の素振りの回数なんぼですか、でも。120で聞かないんだよ。指紋がなくなるぐらい。すりつぶし。もう、順番かもビビるぐらい指紋がなくなってるからな。オロチドッポダメでしょ、全然。オロチドッポが聖剣好きじゃ回数量多いでしょ、多分。ダイヤモンドより価値のある拳やから。じゃあ僕が神パーティーで、店長がドラゴン、ほんまでだね。いきますか、じゃあ。めっちゃヒットポイント多いんやけど。24千とかから俺、15千くらいしかないんで。いや、まあ、その代わりの火力僕低いんでね、めちゃくちゃ。なるほどね。はい。いい。なるほど、これ誰？うん。龍の神。とりあえず一旦目はね。ああ、龍の神ね。結構でも俺手駒ええの来たな。まだええの来た。逆にこいつまだ今度もええのになってた一番おるな。切り札系のカード。切り札系ね。じゃあここはほんまに頑張ってほしい。わー、なんか挑発してきたんや。うんうんうん。あー、ドクンドクンしようかな。な、何このドクンドクンっていうの。ここはね、でもまあここでしょうね。よいしょ。あ、スタンプ使ってきやがった。ついに新しいスキル覚えたね。そんな余裕ないのに。さて、じゃあここでどう来るか。どう来るか大事ですね、これ。おー、なるほど。あー、一発でかいの来ましたね。ただこれによって、端っこが僕取れるんですね。そうやな。このね、どうしてもね、めっちゃいいの引いた。あ、でもこれ、ほんまさっき引いたばっかりなんですけど、門松に折ったらずっと 1.4 倍してくれるんです。うーわー。あ、そういうのもいるんだ。いや、俺もさっき知りました。きついな、これは。あ、これ運良かった。デスティニーゾーンしましたね、完全に。まずいな。完全にデスティニーしましたね。火力がつくもんな。なるほど、どう来るか。まあ、HP まだ言っても余裕あるんで。ヘリのグラフだけ見たら一緒のような感じやねんけれども。よいしょ。うわー、端が、端っこを取っていきますよ。これでかいな。 1.4 倍でかいな。とりあえず、どこに。あー、斜めになってきますね。うん。まあ、ここホールヒルでちょっと軽減しとくと。ちょっくら回復しますか、ちょっと。じゃあ、回復とか。ほら、よっ、神は回復がありますね。あ、あー、何かあるの。ソログイミないでしょ。結構でもえげつとこ行ったな。いやらしとこ行ってくるな。やり方やっぱりあれやな、なかなかいやらしいですね。ここ行こう。よいしょ。うわ、一気に狙っとんな。まあ、硬直状態ですね。言っても守備まだ固めてるんで。確かに HP がほんま減ってないからな。削れてへん。ここしか置きようがないな。おお、なるほど、うん、置くとこなくなってきたっていう。うわ、一気に行かれるやん、次。あー、やつですか。それ一番危ないやつですね。ここ行くか、ドン。よっ。あー、そこは痛い。おお。さらにカウントヒット、でかい。これはいい。あ、そして回復。よし。さらに回復とかも効くんや。コンボですね、これ。コンボですね。あー、あーっと、ええの来た。あ、コンボやん、これ。お、クロリスの。あー、ほんまやな。クロリスでかいですよ、あの、そのあかんとこは。いや、でもここは…サラマンドわかんない、準備。サラマンド準備置いてあるやん。そこ取ったらって感じやもんね、確かに。クロリス潰しとくと、盤石かな。あ、こいつもいやらしい、駒やな。まだだって、はい、相手のヒットポイントが相当あるわけやから。防御系、そうですね、さらに。はあはあ、また防御系か。これでまあ、82% ですからね、置いてるだけずっと。1.4 倍、端っこに置けた時点でやっぱ強いわ。これはでかすぎる。してないんでね、そうやね。はい。あ、でかい、これでかい。でかい、でかい、でかい。けども、こいつを、カットします。ああ、なるほど。あ、でも店長、HP 半分まで削ってくれたおかげで。うわー、これ、HP がもう。切り札もあるんや。はい。じゃ店長、じゃあ、行ってらっしゃい。はい。うわ、トリガー。ドドドン。きたー。うわー。一番ダメー。全然いい勝負にもならへん。いやー、最後、ビクトリア最高に決まりましたね。強いな。まあでも、ドラゴンより、神と馬が強いんかもしれんな。あー、もしかしたら。うん、わからんけど。それか、店長が下手くそなんかどっちかやな。下手くそなんやろな、これ。まあ、やってないですからね。僕はもう結構ベテランなんで。まあ、確かにね。もうランクも一応83あるんでね、僕は今。かなり僕結構まあ、やってる方なんで。やっとんな。僕実はドラゴンなんですよ、使ってるやつ。で、ドラゴンパでかなり僕 S5 も充実してるんですよ。クロードとかレグスとかデネブ、
レオノーラとかね、もうこれ全部持ってるんですよね。あとノイレも持ってますし。なるほど、個人名言われても全然分からない。はい、というわけで、ただ今回は店長にスマホレンズしね、うん、店長がスマホデビューしたってことで、初めての店長とかスマホバトルですよ。うん、ボッコボコやったな。ね、どうだ店長、スマホってすごいでしょ、やっぱすごいね、はい、めっちゃ負けたらイラッとすんね。でもまあこれこんな感じでゲームできるわけなんで、もし詳しかったら店長、まあどうせ勝てないと思いますけど、やっぱりもうドテチンは無理ですよ。姫路とドテチンじゃん。ドテチンは、あ、ドテチン、あ、そこな、そこでドテチン言うてくんねや。まあでもちょっと店長のリベンジマッチまたちょっと期待しようやな。というわけで今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ店長、お疲れ様です。もう一回なんか弱いやつ来へんかな。はい、ちょっと打ち上げで今店長とね、お世話に終わってカルピスとか飲んで談笑してるんですけど、ちょっとしたお知らせがあります。なんと逆転お世話に屋が2月4日で1周年になります。で、1周年ということで記念してね、1周年記念カウントダウンガチャみたいなやつが1回だけ無料で引けるんですけども、これ1回で11連引けちゃうっていうね。だから星のかけらが、まあ、いらないんですよね。11連引けるんで、かなり熱いイベントです。で、さらにこれは俺もビビったんやけど、こんなことあるんやって思ったけど、アプリ市場で、うん、ガチャの排出率が上がってるんですよ。え、全体的に今まで明記されてる確率だったら S5万、一番強い駒の確率って 5% やったんですよね。期間限定のなんかその限定イベントやったら 7% に上がるんですよ。それがなんと、なんでか分からんけどずっと 7% なんですよ、これから先。ああ、もうずっと。そんなことずっとないじゃないですか。え、じゃあ何、トップレアが 7% くらい、はい、そうなんですよ。今までより 2% 上がってるんですよ、これずっとですよ。しかも 2% でかいな。だから結構俺思い切ったことしたいなと。いや、こんなことするアプリないですからね。もう単純にガチャの排出率が上がったっていう、うんうんうん、で 2% 上がるって結構でかいですね。でかい、はい、まあとりあえず俺が今の情報で知りたいことはたった一つだけや、はい、いつからいつまでそれまでに契約しとかんとあかんからな。いや、これはずっとなんですよ、 7% マジでずっとなの、はい、これはずっとです。へー、アップデートで。なんか後からうまい話で裏がありそうな。いやー、確かにね。いや、俺これ見た時ビビりましたね。ということで、うん、今すごい当たりやすくなってるんで、オセロニア、まあ、初心者でも始めやすくなってます。今なんか定番のコマとかがゲットしやすくなるイベントが来てたりとか、うん、かなりね、その初心者に対して優しくなってるんで、今からでも結構始めれると思います。まあ、僕の視聴者さんも結構始めてる人多くて、まあ、僕も結構定期的にやってるんですけどね。まあオセロっていうその分かりやすいゲームなんで、老若男女入りやすいとは思うんでね、まあ、もし興味あったらぜひダウンロードしてやってみてください。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。